トムロフトのレースバと飼育日誌ハタと一緒に遊びましょうおはようございます3月16日水曜日の朝です日の出の方角から撮影してますおっとハトが飛び上がりました今日は出社口を開けたらすぐに飛び上がってくれていつもの屋根遊びをしないで飛んでます 少しはやる気が出てきたみたいです今日の天候は曇り厚めの雲が出てますけども雲と雲の間には薄いところがあって青空も少し見えてきてます風は今日はありません花粉がひどいですもう昨日から花粉で鼻水は出てくるしくしゃみは止まらないし ここを数日で最悪の一日になりました今日もそれを引きずってまして朝から鼻が詰まってもう苦しくてくしゃみもいっぱいです先行して飛び上がった後とちょっと遅れて飛び上がった後今一緒になりまして飛び始めましたなかなかいい感じの飛翔を始めてますこれが継続してくれればいいんですけども今日はどうでしょうか 宿が始まりましたので、客観を準備しました。付加予定の巣箱に見合った数ですね。1話返しのところ、2羽返しのところ。その配合の子供に取り付ける客観、客観番号と巣箱番号を書いて用意しました。客観を入れた5日前を付加日として作室台帳に記入しています。 今日、負荷を確認しましたら、A-1 のの巣箱と A-2 のの巣箱、各2羽ずつ孵化していました。この4羽が今年最初の作出場になります。これからの成長が楽しみです。ただいまの時間は8時になりました。今日の鳩の飛翔はおかしかったですね。最初15分ぐらい飛んでる缶は見えたんですけども、その後見えなくなりまして、いつの間にか帰ってきました。 戻ってきた時、き、集団がバラバラで、えー、バラバラというか、五話とか六話とか、まあそういうふうな小集団に分かれて戻ってきています。戻ってきた後の一部は、こう丘車の中に飛び込んでみたり、こう展望台の下の方へ行ってみたり、今日はどこかで猛禽に出会って襲われてたようです。全曲揃ってればいいんですけども、なんか今日は危なっかしい。 朝の社外になりましたここのところ毛巾が出てなかったのでちょっと安心してたんですけどもまた毛巾が出る時期になってきたのかもしれないですね昨日 NHK の BS で藤沢和夫調教師が引退するということで特集を組んで見てました調教方法が馬なり調教というまあ有名な調教方法なんですけどもそれにより大成功を収めた旧社ですよね私もそれを見ながら おーそういえばこういう方法いいなと無理やり鳩を追うんじゃなくて鳩が飛びたいだけ飛べばいいとその間こう車外する時間を長くして昔の人がやっていた自由社外ですね自由社外の時間的に鳩を管理すると結果として体力がつくのかななんて、えー、そんなことを考えながら昨日の BS 藤沢和夫級者の「 特集を見てましたこの藤沢球舎というのはハトを飼っているんですよねで成績なんかも時々名前が出てくるし委託もあちこちであっていてそういう意味では競馬関係者の方って何人かハトを飼っているって話聞いてますしやっぱり動物好きなんでしょうねこういうふうな馬とハトっていうのは非常にこうブラッドスポーツというところもありますのでそういう点でも 似てるのかななんて思ってます。猛禽に襲われたと思われるハトが帰ってきました。お口を開けて喉を鳴らして羽を垂らして猛禽に追われて必死に逃げたんですね。うーんよく捕まらないで帰ってきてくれたと思います。うちの数少ない戦力ですからね。これ以上猛禽の餌になっては困ります。でも逃げき 言っただけ偉いです。今日の猛禽に襲われたことを頭に入れて、猛禽狙われない行動をしてくれればいいなと思います。今日は猛禽に襲われたようで、さっさと逃げ帰ってくるグループとなかなか戻ってこないグループいくつかのグループに分かれてしまいました。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたいとよろしくお願いします。失礼します。